来月早々に、2世帯同居中の義兄一家が家を出るそうだ。で、今日から、富親戚一家が、親世帯に泊まりに来ていて、お食事という、名の義兄一家吊るし上げ大会に出席してきた。トメが、嫁子ちゃんたらわがままでさとひそひそしたり、ウトが、長男のくせに出ていくとか言って、全く困ったもんだ。と怒ったり、親戚の方は、みんな気まずい顔。義兄は、イライラ、義兄嫁は能面、子供たちは、無口で何か怖い。夫がまあまあ、となだめるので、私と義兄嫁で台所に行き悪口三昧してきた。そりゃ、いつの間にか図面になかった通用門ができてたり、旅行に行ったら、琴女が彼氏連れ込んで新婚ごっこしてたり、親世帯の家事を押し付けられたり、食事を毎日一緒に取れと強制されたり、名義は俺様だ。て偉そうにされたり、勝手に模様替えされたりしたら誰でも出て行っちゃうよね。常識じゃ考えられないもんね。でしょ？大体、学生の娘が彼氏を家に連れ込んで、イチャイチャするのを放置する親って。しかも、それ、人の家よ。もうゴミだらけでたまんなかったわ。片付けもしなかったの。あの琴女ちゃんが片付けるわけないじゃない。嫁は自分の奴隷って思ってるような女よ。そしたらトメが、こらー。あんたたち。なんなの？言いたいことあったら目の前で言いなさい。ほら。言いなさいよ。と怒鳴り込んできたので、言いたいことをたっぷりと言ってあげた。ウトと義兄が乱闘直前、夫がそれを止め、私&義兄嫁対トメで大喧嘩。親戚一家は、慌てて、ホテルを探しに出て行ってしまいました。とりあえず、義兄嫁と子供は家に避難。今だにぎ実家ではバトル中だと思う。同じ幼稚園ママだったAが、いきなり私に慣れ慣れしくなった。よく知らない人だったし、私が働いてたので、友人未満な関係を保ってた。ある日、家に遊びに行きたいと言われて仕事があったので断ったのだが粘着。仕方ないから A と他に数人の友人を呼んでママ友の集い。その時、やけに A が鹿を気に入ってるようだった。インテリアとかシステムキッチンとか憧れだったのと言って家の中を探検させてとか。A に粘着されながらしばらくして夫の様子が変なことに気づいた。浮気か？と思って携帯見たら真っ黒。取り乱した後、冷静になって、浮気すれ開いて勉強。とりあえず、ネットでいろいろ調べて、更新状を雇って証拠を固めた。で、1ヶ月くらい経ってから、相手が A であることが判明。A はシングルマザー。人き知り泣いて、証拠と子供と私名義のものをまとめて出ていく準備をした。そして、夫実家と私実家に連絡して、事情を話した。夫実家は寝耳に水。でもすごく反省してくれた。離婚の時には、始終味方になってくれた。どうぞ離婚してくれ。あのバカがすまないって土下座まで。私実家は、母が亡くなってて、父だけなんで、あまり役に立たなかった。怒りはしたけど、離婚して、さっさと実家戻ってこい。もちろん孫連れて。で終わり。で、証拠叩きつけると A がファビョル。夫ポカーン。A のファビョリが面倒くさかった。訴えればいいじゃない。でも私たち再婚するわ。あなたは子供と貧乏に生きていけばいいわ。で、夫の浮気証拠を見て、しかも夫がA のおかげで新境地を開拓したこと知っていたので、夫への愛情はゼロ。もう会えない。子供かわいい。A 気持ち悪い。父も私も働いてる。ということで、慰謝料や養育費一切いらんから別れてと言った。夫には、それが魅力的だったらしく、そして、A のことが私より好きだったくせに、夫はたじろいだ。それに、無理なら裁判する。仕事失うよ。記録残るよ。いいの？と夫に詰め寄って離婚が決定。で、子供連れて実家に帰った。しばらくは自営業の父のおかげで私が働かなくてもよく育児に専念できた。別れた後、どうやら元夫と A は再婚したらしいけどすぐに離婚したそうだ。元夫は A の思う通り高収入。でも、ギャンブル好きでヘビースモーカー、寝相悪い、家事育児一切しないのに、共働き教養とかもうダメンズ。それを、手綱にとってうまくやってたのが私。寝相は、ペットを分けて、家事育児しなかったら、ケツ蹴っ飛ばして、本当に、パチンカスもタバコも、財布から金盗むくらいな人だから必死で防戦してた。もちろん、子育てが少し落ち着いたら、返品予定だったんだよ。でも、やり直す意欲を見せてくれたらやり直せるくらいの愛情はあったんだけど。で、A は、実家に帰って働かずに専業主婦に収まって、のんびりしてる私に手紙をよこしました。こんなつもりじゃなかった。夫さんは、優しい人だと思ってたし、そりゃ浮気相手に厳しくはしないだろ。もっと真面目な人だと思ってた。そりゃ浮気相手になんでうまくやれてたんですか、尻蹴っ飛ばしてたから。最初に家を見せてもらった時、夫さんがいれば幸せになれると思ってたのに。ずるいです。こんなことなら、あなたと結婚したら、よかった同じママ友だから助けてください。うちの子が泣いています。将来、私娘ちゃんの夫にしてあげるから長いので省略。とか長い吉手紙が来て、普通に無視して弁護士挟んで、終わり。誰がするか。私の破壊力がないだけど、とんでもない基地だった。手紙の破壊力が怖すぎて。あと今は再就職して、適度に働いてます。父も、まだまだ元気で自営業をやってるし、夫たす私より、父たす私の方が裕福。実家に帰ってきてもまだ笑えなかったけど、今では吹っ切れた。子供も元気で可愛い。珍しい男女の双子なので、珍しさから周囲から話しかけてきてくれるし、父が溺愛してる。元夫も溺愛してたけど、ねだぶりうまあ金惜しさに手放したやつだったけどね。後旦那くれくれは基地でよかったよね。まあ撃退してる先人とは違って、私はまんまと取られたんだけど。最後にかき逃げ。義実家は元夫を感動してくれた。とはいえ、あの夫を育てた人たちなので油断はできない。感動実家に遊びに来てもいいよ。絶縁完了孫と遊びに行くよう条件に距離感を空けてお互い礼儀を持って接しています。